竜の技は後発すぎる。めちゃめちゃいろんなキャラ触ってるけど超楽しいよ。スト6においてはね、連打マジ終わってるよ。とりあえずガードしろ。マジで防御面が薄いね。起き上がりに OD ぶっぱするときって一か八かだからね。起き上がりに打つ人超弱いからやめた方がいい。竜って開発から嫌われてんのかな。いや多分なんで弱いかっていうと、多分コンセプトに縛られてると思うんだよね、竜とかってのは。結局竜にやらせることって中足波動とかじゃん。だからなんか元々いるキャラでコンセプト的に強いのが今当たりキャラにはなってるからね。竜の技は硬派すぎる。初心者なんですが、いろんなキャラ触りたいんですが、まずは一つのキャラを極めた方がいいとかありますか。低ランク帯でもいいからいろんなキャラ回すの楽しそうだな。あ、俺ちなみにめちゃめちゃいろんなキャラ触ってるけど超楽しいよ。別ないよ。俺本当に思うんだけど、結局格ゲーってその戦ってる感がないといけないから、なんていうんだろう、練習スタートじゃつまんないと思うんだよね。だから今日そのユフナってやつに対空の仕方だけ教えたの。あと必殺技の出し方だけ。それだけで面白いって言ってたから、だからもう正直自分に合うキャラをいろんなのやって、絶対あるんだよね、自分に合った戦い方のキャラが。まあガイルで言ったら弾を打って落とすっていうまず単純な部分。そのいろんなキャラやるイコール格ゲーが上手くなるからね。そもそもそのキャラクターが上手くなるじゃないんだよ、格ゲーが上手くなるんだよ。そう、初心者でいきなり格ゲーが上手いやつなんていないから。とりあえず俺はいろんな人に続けてもらいたいから、もう好きなようにやってほしいと思う。初心者すぎて連打したり横入力入れすぎたりしちゃいます。どうすればいいでしょうか。もう反復練習しかないね。あのね、スト6においてはね、連打マジ終わってるよ。もうちゃんとタイミング目押しでやった方がね完璧だよ。俺コンボ入れるときに今まで連打でやってたところを目押しでちゃんとタイミングで覚えたらめちゃめちゃ成功率上がったから。あとやっぱなんで連打したり横入力入れすぎたりしちゃってるかっていうと、余裕がないんだよね、戦いにおいて。余裕がないからまず落ち着くことが大事なんだけど、もう正直いっぱい戦ったりしないとそういうのって落ち着いてプレイできたりしないから、まあ初心者でそういうのがあるのはしょうがないっちゃしょうがない。マジでしょうがない。トレモで落ち着いてやったとしても対戦中に出ないからね、基本。スト6から始めた、初心者です。レバー使ってキャミーでプラチナまで来ましたが、ガードした後に中足を入れる癖が治らず、カウンターをめちゃくちゃ取られます。どうしたらいいですか。結構格ゲーの一番最初に初心者が詰まるあの戦い方なんですけど、暴れちゃうで、プラチナまで行くとその技を重ねたりする人がいるのね。レンガになったり、相手が技出してきてもこっちが潰せるような連携だったり。なんでそうなるかっていうと、攻撃を入れよう入れようって焦っちゃってるから。俺割と初心者の人でつまずいた人に最初言うのが、とりあえずガードしろっていうのは言ってる。とりあえずガードして敵から離れたら考えよう。そう、多分ねめっちゃ焦っちゃるってか、なんかそのもうね手癖はね直さないといけない、意識して。でそれは暴れてるってことだから、もう落ち着いてガードで一回その盤面を立て直してからもう一回スタートみたいな。技ブン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 やってても負けるからね、格ゲーは。狙ってやんないといけないからね。まあでも癖に関してはもう俺がどうこう言って治るもんじゃない。そう、暴れ癖直して、そう、ターン制。俺自分の目の前に来る敵がずっと暴れてたらずっと打撃重ねたりするもん。やっぱ様子見はね大事、様子見は大事。結局スト6のコーチングとか教えるってなったら、上手い人は多分大体あそこは様子見でいいですよとかっていう意見が結構多くなるんだよね。そうだから常にトップギアで戦ってるみたいな感じになっちゃうから、やっぱ緩急が必要だから物事には。ガードすることは意識あるんですが、このままずっと相手のターンじゃないのかって思ってしまいます。大丈夫、はめ技はないからそんなに、とりあえず落ち着いてガードで。それで負けたとしても、あここでこの技を入れればいいんだ、ここでこのキャラはこれが多いからじゃあ飛んでみようとかってのが出てくるから、結局みんな同じような動きになってくるよ、プラチナダイヤとか言ったら。だから俺は戦ってる時に剣使いってよく、まあ陣雷の後弱派生の後中足入れるよねみたいなのがあるから、絶対にあるから、そのキャラの動きってのが。そうやっぱね、ガード力大事です。結構みんなコンボがうまくいってないとかプラチナとかダイヤ帯の人に多いんですけど、もう正味俺から言わせてもらったら、もうマジで防御面が薄いね、すごい薄いと思う。やっぱり一発当たったらコンボが飛んでくるゲームで、防御が薄いのはまずいんだよね。でも防御ってやっぱいっぱい戦わないと覚えないからね。であと多いのが、無敵技持ってる人とか一生無敵技こするみたいな、もう癖なんだよね、読み合いじゃないんだよね。
マスター隊でもいるから一生 OD ぶっぱしまくって負けてる人、起き上がりに OD ぶっぱするときって一か八かだからね。あれ一か八かを何回もしてもうダメだからね。ノーシグル、いやもうね、このゲームグラップするならマジで前飛びした方がいい。マイステップで打撃重なられる方がだりと思うけどな。そう、あとこれもうすごい言いたいんですけど、よく初心者隊にあるんですけど、そのダウンした後にインパクト打つ人、起き上がりに超弱いからやめた方がいい。超弱い。もうとりあえずもう本当あるんだよ、初心者で起き上がりにインパクト重ねる人。基本起き上がりってキャンセル効く技でしかみんな重ねないから超弱い。だからもうとりあえずダウンして起き上がってる、起き上がるときはもう基本ガードにしてください。うん、マジで基本ガードでいい。むしろ暴れる方が弱いから、やっぱそう、やっぱダウン後何かしてる人はね、何かする行為って弱いからね。そうだから基本おとなしくガードでいい。打撃一発やられたらコパ一発振ってみたりとか前ジャンプしてみたりとかをやればいい。もうとりあえずガードでいい。本当にとりあえずガードでいい。このゲームやっぱりプロとかも負けてる時はやっぱグラップをしちゃってる時だからね。 DJ とかもジョスクにグラップ入れたらえぐいコンボつながるからな。ガードしておけば投げしかないから無理にじゃんけんする必要。でもじゃんけんをしなきゃいけないタイミングが絶対来るんだよね、自分の HP が少なかったりとかっていう。でも結局状況なんだよ。俺の HP が 20% だったとします。でジェイミー側が、みんなだとします。この時投げ押しちゃダメです。もうこれで投げ押して垂直からのOD コンボとかされたら死ぬんで、このゲーム。だからそのじゃんけんも完全なじゃんけんしたりっていう人はいないんだよ。やっぱお互い HP が同じぐらいだったらとりあえず安全な投げたくをやる人もいるしっていう、なんだろうな、なんかねその匂いがあるんだよね、起き上がりのじゃんけんも。もうそれも正直なずっとやっとかないと分かんないことなんだけど、そういうのってでもなんかねあるんだよ。今ぶっぱ食らいそうだなみたいなタイミングとか、だこういう状況で逆にジェイミー側が昇竜ぶっぱとか当たるしね。全然なんかね難しいな説明すんの、なんていうのかな、うまく言葉にして伝えられない。まあ無理にじゃんけんというか、そのあーもうここはもう投げはしょうがないなって、頭の中で一発投げ食らったらその後考えようみたいなとか、その人と戦ってて、あこの人一回投げた後打撃してくるなとかが分かってくるんだよ。でもプロでも投げ押すタイミングがあるんだよ。やっぱこんぐらいの HP になったらプロも投げ押すもん最後。やっぱなんでかっていうと投げられたら死ぬから。もうここは完全な読み合いになるけど、でも逆に投げ一発は死なない時はプロは投げないね絶対。